日本サッカー協会は18日、都内で理事会を開き、競技会規則の改正を行った。試合の勝敗に重大な影響を及ぼすルール適用ミスがあっても、アマチュアレベルの試合においては再試合を行わないことを決めた。宮本恒康専務理事は、アマチュアの試合では再試合が繰り返されると、いつまで経っても終わらないこともある、と理由を説明。そのため競技会規定を改正し、適用ミスが確認されても試合結果は有効なものにすると追加した。なお、Jリーグと天皇杯は適用外となり、今まで通り、再試合もあり得る。